ようになってからやっぱりやるべきだったというふうに思いますね。私はこのやり方やってたら、私も基本的な立場としては、あの日本経済のことを考えると基本的にはあの最低限の再稼働は必要だと、原発のそう思っている立場ですが、今回のようなこういうやり方をやってると結局電力会社に対する不信感、国に対する不信感、それから原発行政に対する不信感を増すだけですよね。要するに事故は必ず起こる可能性はあるわけで、 100% 安全な原発というのはありえないわけで、でいざじゃあ起きた時に本当に安全対策というのはやはりその30キロ圏内の避難が確実にできるのかというところまできちっと考えて、で最低限の計画作るんじゃなくて避難訓練までは最低限やらないと、それすらやらずにね稼働再稼働っていうのに踏み切ったっていうのは、私はやはりああそういう一方的な体質っていうのは何もね福島前と今とで何も変わってないんだなっていうのをみんなに植え付けるだけだと思いますよ。これは鹿児島県で21万人なんですよ、あの30キロ。でちょっとこれ見てほしいんですが、今この仙台原発ってまだ始まれてですね、今これだけ規制基準審査申請して25基申請してまして、で1基合格してるんですが、で今、仙台今度10月に2号機が再稼働すると言われていて、で伊方の3号機が、まあ、冬にも動くと、高浜も合格してるんですが、これはちょっとあの裁判があってですね、どうなるか分かりませんけれども、あのまだここは規模小さい方なんですね、21万人で。例えばこちらの東海団員とか100万人近くいるわけですよ。でそれ避難計画作れるのと、ここできちっとしたことやらずにですね、他のところで果たしてできるのかという問題があるんですよね。だから仙台でこのまま再稼働したから、じゃあ他も行けるというと、それはちょっと違うかなと思うんですけどね。まあ再稼働にはいろいろ問題があるようです。ただその再稼働が今後も計画されていて、まあ、それはそのエネルギーミックスというか、原発をどこまでエネルギー需要の中に比重を持っていくかという議論で、まあ、先月これは政府の決定が出ています。 20% から 22% と、2030年度時点というですことなんですね。まあ、このエネルギーミックスのその決定、この中身については皆さんどう考えてますか？まあ、僕が言った方がいいかもしれない。基本的にはね、一言で言えば万能の100点満点の電源がないってことですね。ですからミックスをしてバランスを取るしかない。これはこの会の座長を務めた坂根さんが最初から言っていたことですけども、そうするとそういう意味で言うと原発が何パーセントっていうふうに決められるわけではなくて、再生可能エネルギーもどこまで伸ばせるか、それから火力はどこまで抑えることによって CO2 の排出を抑制するっていうことの、まあ、これ国際目標を作らなければならないわけですから、それとの整合性を取るか、いろんなことの、まあ、方程式を組み合わせる中で出てきたものですから、そのバランスがこうだということです。だからすごく逆説的なんだけど、こういううがった言い方をする人もいるんだけど、みんなが納得しないでいろんな不安が出てきていることが取りも直さずバランスなんだっていう方もいる、そういう類のものだっていう。この問題はね、このグラフを見て、このグラフが示す意図を読まなきゃいけないと思います。ちょっと画面出していただきたいですか。エネルギーミックスの、エネルギーミックスのこの原子力20から 22% にしますっていう、これはですね、40年ルールを厳格に適合すればですね、2030年の時にはですね、もう 20% なんて達成できないわけですよ。15ですね、うん、だから基準を、だからそれで、実際は40年を延長する、さらに延長する、それから新設の原発を、まあ、リプレイス置き換えてそこにまた作るということをやらなければこれは無理なんですよ。だからそういうことを我々っていうか国民はそれを受け入れてもいないし、説明も受けてないわけですね。それがグラフとなって出てくること自体にこのグラフの問題点があるわけですよ。それで再生可能エネルギー急速に伸びようとしているのを、まあ、原子力と同じぐらいにしてやろうぐらいの議論だったんですよ。だから、まあ、非常に問題があるというふうに言えると思います。今43基なんですよ、原発がね、はい、それが40年ルール、40年で廃炉にしますっていう基本的なルールがあって、それを守ると43のうち21基が止まるんです、2030年の段階で。そうするともう半分になっちゃうんですよね。
ですからそれをいくら頑張ってやったところでさっきの原子力 22% まで言ってましたけど、あれは2030年の時点でどんなに頑張っても 15% までしかいかないんです。なのに22までぐっと広げてるっていうことは、その差は何もきちっと明確に議論していない原発の新設か、それとも40年ルールをさらに延長するのかっていう、そこが隠されてしまってるわけですよね。これは議論が足りなかったっていうのは、あの検討会議の中にもある議論だけど、40年を60年まで1回延ばせるっていうのは、これはルールとしてはある。だからそれだけどこまで認めるのかってことはまた問題ですよ。全くそれはまた別です。すいません、なんかその原発の細かいルールは置いといて、やっぱりちょっと発想の転換として、あの省エネってどこ行っちゃったのよって本当に言いたいんですけれども、あの震災があった年、まあ、節電大変ではありましたけれども、あったけれども、まあ、なんとか乗り越えることできました。で、あの今年も猛暑ですけれども、さっき水野解説委員もおっしゃったように、まあ、電力不足に陥っていない。でこれはその経済産業省の試算で、その原発事故の前と比較して今の節電の効果っていうのは原発10基分以上あるっていうんですね。まあ、そういうことを考えますと、さらにその LED 照明が普及したりですとか、それからその、さっき水素を、ね、燃料とした自動車の開発が進んだりですとか、まあ、その省エネ技術っていうのがまあ進んでいくということを考えると、もうこれからそのエネルギーをとにかくどんどん作って使うという発想をもうやめて、でもある程度その痛みを分かち合いながらも、その省エネ社会をまあ全力で実現していくというふうに発想を変えたらどうかなと思います。はい、まあ、それと省エネと合わせてやっぱ考えていかなきゃいけないと思うのは、まあ、大規模な発電、これはあの電力を安定供給するという上では必要な部分はあります。それはもう産業向けの電気とかそうだと思いますが、まあ、家庭向けとかもっと公共施設の電気とか、これもっと地域で分散型の小さな小規模な発電施設を今作るという動きが広がってきてますよね。広がりつつある。これをもっと広がっていけば、その今までは地方に大きな発電施設を作って原子力発電所を作って、そこから大都市に電力を供給するってそういう流れでしたが、これやはりね、もう変えていかなきゃいけないんじゃないかと私は思うんですよね。まあ、福島の教訓を何を学ばなきゃいけないかって考えたときに、決して原発は安全ではない、そしてコストも安くはない、まあ、これは賠償も含めてね、これだけコストがかかるわけですから、そこはやっぱり安全で小規模で身近なところで電気は作るというね、そういう発想の転換も必要じゃないかなと思いますね。はい、あやっぱり、ね、政府にですね、やっぱり もっと前に出てほしいですね。で特にこの原発再稼働の時にはやっぱり安倍総理にちゃんと会見で喋ってもらいたかった。まさかその再稼働の日にですね、安倍総理の一言もないと、これはやっぱり本当に政府に覚悟あるのかという感じはしましたね。政府が責任を取るということは我々の税金から支援するということなんです、最終的には。だそういう議論もないままね、責任の所在も不明確なまま、今水野さんが言ったような形でね進める。今の政権の最大に悪いところは安全保障の法案、原発、辺野古、世論調査では圧倒的に反対が多いにもかかわらず、ほとんど議論することもなく前へ進んでしまう。これは、ね、大問題だと思いますよ。まあ、その点ではですね、まだまだその原発も、議論の余地があるということなんだろうと思います。そこでですね、まあ、このお盆の時期、視聴者の皆さん、ふるさとへ帰られてこの、テレビご覧いただいている方も、いるんじゃないかと思います。で、まあ、暮らしとかですね、そういう問題もあるんですけれども、やはりその住んでる地域の問題ちょっと、考えていきたいと思います。この地域の活性化のために必要なこと、特にその人口流出とか高齢化にどのようにやっぱりその地域から歯止めをかけていくか、この点については大瀬さんがご質問。日本租税会議がですね、まあ、言うようにやっぱりこう地方に仕事を作ったりとか、地方でその女性が暮らして子どもがもう産んでですね、そこでまあ暮らせるようにすることがまあ一番のまあ経済効果高める、まあ、方法なわけですよね。でその場合にやっぱり そこにこう地方にどういう産業を作っていくのかっていうのがまあ一番重要で、例えばその今これだけ海外からこうお客さんがですね日本に来てることを考えると、そこでじゃあその日本にしかできない、例えばあの